はい、皆さんこんにちは。えなです。たかです。エリティブログです。今日は12月20日クリスマスまであと4日です。残念ながら名古屋でクリスマスマーケットが今年中止、うん、クリスマスマーケットに行かないとレナはクリスマスじゃないよクリスマスマーケットを調べたら豊橋にクリスマスマーケットをやってるから、今日はドライブで豊橋に行きます。行きましょう。かっこよくない？でも乗るのが何もワオじゃないよ。出るもっと難しいよ。私の足が短すぎて全然届いてないよレナ大丈夫？これをしてここにお尻に座って出るよ。こんな感じ。なんもかっこよくないよ。ちなみにこの車後ろの席ついてます。足が超狭いけど、でこっちコックピット感がある。いや私はこれが好き。この前のなんかウェーブの、いろんなウェーブが、これもここにこうザーッと、でこれはザーッと、でこれはザーッと。でちなみに中からドアを開けようとすると、あ、ここにボタンがついてるよ。いきますか。ここでまずエンジンかけます。あ、スポーツモード。今これスポーツモードにしてると、もういかにも走りそうな赤いやつなんだけど、エコにすると電気ドライブのブルーになります。はい、出発しました。ブーン。全然スピード出してないけどこの音です。あと昨日調べたら0、100キロ加速4点何秒だった。いきます。ロケットみたいな、マジで。いやー最高だね。前回豊橋に来た時にブラックサンダーの工場ショップに行って、いろいろブラックサンダーを買って、寄り道だからちょっと寄って買おうかなと思った。来ましたよ、豊橋ブラックサンダー工場。いろいろ買いたいと思います。おーい、寒かったね。なんかちょ近いからコートいらないと思ったら安にいるよ。買い物をしました。中の撮影はしてないので、はい、もし気になる方がいれば。そうだね、前回のビデオは中も紹介したから、それを見てください。買ったのがコーンフレークが入ってるサンダーのでかいボックスと、これなんか詰め合わせはね、そうそうそう、前回もこれを買ってた、一応色が入ってる。これを無料でもらって、コーンポタージュ、誰が食べるの？これお金払って食べる人いないでしょ。ということで次どこでしたっけ。クリスマスマーケットだ。行きましょう。豊橋の駅に着きました。寒いけどね、信じられないぐらい寒い、ね、おお、クリスマスマーケット。今日はドイツのクリスマスマーケットと日本のクリスマスマーケットを比べて動画をしましょう。絶対違うよね。絶対違うよね。なんかいろんなお店あるね。アクタハムが売ってる。おお、いいね。有名なドイツのお肉のお店。今ここぐるっとした、まあ小さいからすぐに1回全部回って見えるけど、普通のドイツのクリスマスマーケットと同じことを言うと、まあ、食べ物屋さんとお土産屋さんが両方あって、おいいと思ったけど、まあここ日本だからドイツ以外の料理がいっぱいありますね。エッグワッフルがある。香港だったっけ。ビールとかは売ってる、カールスバーグ。そう、ドイツのビールも売ってるし、ホットワインも売ってるし、ああ今日の温度はなんかドイツのクリスマスの温度だね。なんかドイツっぽいもの食べたいよね。これソールドアウトしてるよ。プレッツェル。やだ。一番食べたいものがない。
り切れです。わあ悲しい。お待たせしました。寒くなりました。超寒い。やっと来ましたよ、シュニッツェル。シュニッツェルだけどちょっとドイツのシュニッツェルと違うなと思う。シュニッツェルって要はとんかつだからね、日本でいうところ。そうだよ、そうだよ。いや、めっちゃ柔らかいね。ね、チーズ入れてんのかな。チーズの風味めっちゃする。うまっ。それもドイツじゃない。このシュネッツェルは美味しいけどドイツと全く関係ないなんかドイツのクリスマスマーケット行ったことあったっけ。ある、オーストリアのやつ。ああ、そうだね。規模がこれのなんだろう、5倍なんかセクションが何か分かれたもんね。で、なんかステージで パフォーマンスをしたり、まあ、もちろん食べ物やいっぱいあったり、お土産屋ももちろんもっといっぱいあったり。で、私のタカがよく行ってる私の村にクリスマスマーケットやってるよ。これより2倍ぐらいあるよねえ、クリスマスマーケットは家族で行くの、恋人と行くの、まあ、両方。家族で行くこともあるし、こう会社終わ仕事終わったらチームとかで行くこととか。私大学の時によく私の同期とよく行って、みんなグルーワインをいっぱいいっぱい飲んで酔っ払って。グルーワインってあれね、ホットワイン。そう、ワインを温めてシナモンとかのスパイスを何個か加えたやつね。そう、それでめっちゃ酔っ払うよ。で、別にシュニッツェルとか唐揚げとかフライドポテトとかイカ焼きとかはあんの、うん、この途中のリストまではあるって言いたかったけどイカ焼きで負けたよなチキンもあるし。ああ、そっかそっかそっか、ポテトとかもあるし。はい、ありがとうございます。うまそう、ね、結局ドイツと関係ないもの買いましたね。そうだよ、ここは日本だから。これチョコバナナクリームのワッフル。絶対うまいじゃん。うん、おいしい。あったかいの、ワッフルは。あんまりあれに負けてると思うよ、この寒さに。かわいいかわいい、サンタさんを見つけました。かわいいね。手作りのデコレーション、飾り物が売ってて、ドイツもそんな感じで、だいたいなんか木でできてるもの。あ、くるみ割り人形とか、こうなんか木の飾り物の星とか、いろいろデコレーションが買ったりするし、あの自分用、あとプレゼント用のものとかも。なるほどね。もうあれ寒さに負けますよ。やばいよ、もう猛烈に寒いを通り越して痛いからね。私たちはもう諦めます。帰ります。この動画をここで終わりにしたいと思いますので、ぜひいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。